Matsuri sekaligus mau lihat bunga sakura di daerah Inuyama. Kayak di Kyoto, masih rumahnya masih kayak rumah-rumah zaman dulu. Cafe-nya keren.
平成になりまして全面修復をしたのはこの魚屋町が一番でございます。毎年町内が順番に修復を行っておりますが、屋根から下山まで全て全面修復をいたしましたのはこの魚屋町の山、これが初めてでございます。その名も、山の名は真っ先、漆が塗り替えられ、金具が洗い出され、そして彫刻が、その金箔が見事によみがえり、真新しくなっています。とくとご覧いただきたいと思います。それでは国山祭り、この国指定の重要無形民族文化財、そしてユネスコの無形文化遺産の登録候補になっております犬山祭り、いよいよ開幕。はじめにこの魚屋町のからくりを披露させていただきます。それでは段食い渡り日蓮聖人星下りの図、それでは春砂神社の鳥居の前でご覧いただきたいと思います。魚屋町の皆さん、よろしくお願いいたします。
犬山。